MGMT はアメリカ合衆国ニューヨーク、ブルックリン出身のアンドリュー・バン・ウィンガーデンとベン、ゴールド・アッサーを中心としたサイケデリック・ポップバンド。以前はザ・マネージメントというバンド名であった。MGMT とは以前の名前のマネージメントを略したものである。ライブで演奏するバンドアンドリューとベンはコネチカット州のミドルタウンにある。 ウェズリアン大学の1年生の時にバンドを結成。2005年大学を卒業し、オブモントリオールのツアーに同行。2006年の秋にコロンビアレコードと契約をし、翌2007年にデーブ・フリットマンと共にアルバムのレコーディングに入った。デビューアルバム、オラキュラースペクタキュラーは2007年10月2日にデジタルリリースされ、翌2008年1月22日に、 物理フォーマットでもリリースされた。同アルバムはメディアから高い評価を受けるとともに、商業面でも成功を果たし、2010年3月時点で、アメリカで58万枚、イギリスで46万1000枚を売り上げている。2009年、バンドは元スペースメイン3のソニックブームことピーター・ケンバーをプロデューサーに迎えて、自作のレコーディングを行った。2010年4月、2枚目のアルバム、 コングラチュレーションズをリリース。発売前より音源がネット上にリークしたため、3月20日から公式サイトで全曲ストリーミングが開始されていた。またツアーサポートメンバーだった3人が正式加入し、5人編成となった。2013年、セルフタイトル作である3作目、MGMT をリリース。2018年、4作目のアルバム、リトルダークエイジをリリース。 ブルドゥフェスティバル2010ありがとうございます。